双極放物面構造の屋根シェル構造は薄い曲面板からなる建築構造である。曲面板構造、曲板構造、貝殻構造とも呼ばれる。自在な曲面を実現するのに適した鉄筋コンクリートで作られることが多い。シェル構造の建築物の形状には、円筒、球面、折り板、双極放物面など様々なものがある。 適切に応力を流す設計を行えば、柱の少ない大スパン加工ができ、材料を節約できる。また、モニュメンタルで、印象的なデザインが可能であるといったメリットがある。薄い材料であっても、加えられた荷重を圧縮軸力に変換する形態を取ることで強みを持てるということは、自然界においても鶏の卵や貝類の殻などの例が見られる。しかしこのような構造も、 その薄さゆえ曲げには弱く、集中荷重を加えれば崩壊する、危険性は高い。構造解析は、一般的なラーメン構造や、計算手法の確立されたアーチ構造、ドーム構造などに比べると困難であり、コンピュータープログラムを用いて、有限要素法で解決することが多い。古典的なドームに類似する形として、球面、楕円回転面、 放物回転面などの回転体形状のシェルがある。また、ボールトに近い形状で、円筒シェルなどがある。シェル構造独特の形状として代表的なものは、クラ型の HP シェルや双極回転シェルが挙げられる。これらは、シェル構造によって、初めて実現可能となった形態である。その他にも、これらの組み合わせ、あるいは新規性のある形態など、 様々なシェル構造建築物が建造されている。双極放物線構造の建築例。東京大学や良い行動ドネックス。ありがとうございます。